はい、今回はですね、最新の AI ツール、しかも無料のリートンというものをね、使ってみようかと思います。すでにインターネットは検索の時代が終わって、インターネットは AI とのチャットの時代になってきたんですよね。で、検索でしたら、いろんな検索候補が出てくるんですけども、どの検索候補の中から正解を選ぶのかは自分が選んでいかなくてはいけませんので、結局は自分の選択のね、センスがすごく重要になってくるんですよ。そこから進化して、このリートンっていうのは、まるでね、物知りな人と対話をするように、しかも、尊上そこらの物知りじゃないんですよ。インターネット上のすべての情報を知っているぐらいの物知りです。そういった人にですね、対話をするようにやり取りができるんですよ。例えばここにね、下の方に何でも聞いてくださいって書いてあるでしょ。で、この真ん中の方に、例えばっていう例文があります。私の場合は、例えば、日本政府の特別会議、会計ですね。について教えてくださいとします。さらにですね、特別会計の日本政府の特別会計は、なぜ国民から隠されているのか、について教えてくださいってしておきましょうか。どうでしょうかね。はい。つらつらと出てきましたよ。見てください。回答。日本政府の特別会計は税金を使って運営されている事業のうち、正式な一般会計の範囲外で収支が処理されているものです。これらの会計は主に社会保険制度、公的資金融資、公団債務等に関するものがあります。特別会計はそれぞれ独自の収支管理がされているため、歳出や収入が把握しにくく、透明性が低いとの指摘があります。また、公共性の高い事業であっても、特別会計からの出資が多くなることで、一般会計の厳しさを回避し、政策の選択肢を拡大することができるとも指摘されています。問題がいろいろ多いということですよね。その他様々書いてますけども、さらにね、この回答を見た後に、どんな次なる解説を必要とするのかっていう候補も出してくれてるんですよ。特別会計の隠蔽に何か影響があるんですか？どのようにして特別会計にアクセスできますか？特別会計に関する情報をもっと知られたいのではどこで調べられますか？例えば、特別会計のアクセスの仕方ね。これ今までは石井幸喜さんでもなかなかわからなかったんですけども、そしてそれを知るためにはね、命も落としてしまうっていうことがありました。しかし、今インターネットの時代、ワンタップするだけで知ることができるようです。出てますね。特別会計の情報にアクセスするには、政府が公表している報告書やデータベースを利用する方法があります。特別会計の詳細な情報は財務省や各省庁がホームページで公開しています。本当かいな。また国立公開図書館などに特別会計を扱った書籍やレポートがありますので、調べることができます。いや、だったら石井幸喜さんの調査したあの膨大なファイルってのはどこに消えちゃったんでしょうね。まあ、とにかくね、リートンっていうのはこういう風なやばい情報でも知ることができるんで、おすすめです。それでは。